ステラー・ウィンドは、アメリカ合衆国生産の競争場、繁殖品場。主なカチクラは2015年のサンターニタオークス、2016年2017年の、クレメント・エル・ハーシュ・ステークス、2016年の、ゼニアッタ・ステークス、2017年の、アップル・ブロッサム・ハンデキャップ、ビホルダー・マイル・ステークス。2012年2月13日に、バージニア州で誕生。 2013年のファシグティプトンサラトが1歳、馬セールでは、全落札場で、最低の4万ドルで、バーナンリーによって落札され、さらに同年秋のファシグティプトンミッドランティック、東部周期1歳セールで8万6千ドルで、バーバラフックによって購入された。ドナルドバー級車に入級。2014年11月にローレルパーク競馬場で、デビューし、翌月の2000で、 初勝利を挙げた。その後、フックからコスタフロニスに売却され、ジョンサドラー旧社に移籍した。天馬や初戦のサンタイザベルステークスを制して、重賞初制覇を果たす。続くサンターニタオークスも制して、G1 馬となるが、ケンタッキーオークスは4着に敗れた。その後は、秋の最大目標ブリーダーズカップディスタフに向けて調整され、 重傷を連勝して本番に挑んだが、4歳馬、ストップチャーチングマリアに、首させり負けて2着となる。G1 は一勝のみであったが、小場相手の前線も評価されて、同年のエクリプス賞最優秀3歳品馬に、選出された。クレメント・イルハーシュ・ステークスで前走を破れた、当時の現役最強小品馬ビホルダーに雪辱を果たし、次戦のゼニアったステークスでも、 同一レース4連覇を狙うビホルダーを首先出して G1 連勝を果たす。前年2着に赤敗したブリーダーズカップリスタフでは無敗の3歳ヒン馬ソングバードに次ぐ2番人気に押されたがレース史上に残るビホルダーとソングバードの一騎打ちには加われず4着に敗れた。2017年は4月から始動しアップルブロッサムハンデキャップビホルダーマイルステークス クレメント・イルハーシュ・ステークスと G1 を3連勝。前年に銭あったステークスの疲れが抜けきらなかった、反省から3ヶ月の休養を取って3年連続となるブリーダーズカップディスタフに出走したが、再開の発着に敗れた。サドラー氏によると、レース後に咳をしていたといい、内に包まれて、キックバックの砂を吸い込んだことが原因とみられている。 ブリーダーズカップ終了後、キーインランド11月セールに上場され、クールモアグループの MV マグナによって、セール市場に遺体の600万ドルで落札された。セール後すぐには引退せず、チャド・ブラウン旧車に、天馬屋して2018年1月の第2回、ペガサスワールドカップに出走。ここで、ガンランナーの6着となり、同レースを最後に現役を引退した。以下の内容は、 イクイペースの情報に基づく。2018年3月9日にクールモアグループの拠点アイルランドへ輸出され、現地で繁殖生活を送る。初年度はガリレオと交配された。ありがとうございます。